さあ皆様こんにちは。N 予備校英文読解講師中木翔太郎です。さあこの時間は、英文読解スタンダードを受講している皆様向けの下記の勉強のお話をしたいと思いますが、まずとても大事な前提いいですか。はい、とても大事な前提、まあ今からいろんな勉強の方法の話をしますが、もうこれだけは忘れずいてください。今から僕が紹介する勉強、それだけやれば夏は OK っていうことは絶対ありませんからね。いいですかね。あくまでも今からする話はスタンダードを受けていた皆様の、まあね、大体のこ のレベル、志望校、あとはスタンダードの授業の方向性、そういったものを踏まえてこんなことやったらいいんじゃないかなって僕からの提案にすぎません。いいですか。で皆様は僕の話を聞いてちゃんと自分の志望校とか自分 の英語の得意不得意、そういったものとすり合わせて自分の勉強法をしっかり作りましょうね。でそれを夏の間しっかりこなしていくね。僕はその後押しをこれからするだけにすぎません。いいですか。そこは勘違いがないように気をつけてもらった上で聞いてください。はい。でスタンダード1学期ね、全11回授業してきましたが、まあだいぶねこってりした授業をねかなりやってきましたが、もうスタンダードね、もう精読のみですね。一文をいかに正しく、いかに早く読むかね、精読だけに焦点を当ててやってまいりました。なので今から今からする話もこの精読の復習のお話になりますという前提で聞いてください。で、まあ、1学期、授業が全11回やって関係詞の単元までが一応完成しました。で関係詞まで終わったら、まあ、基本的には英文の構造ですね、英文の形をつかむ上で必要な話は全部終わったということになります。なので一応皆さん、ね、全11回終わった段階では皆さん、ね、最低限の英文を正しく形をつかんで読むことは一応できるようになっているはずです。なので、はい、夏基本的な方向性はインプットからアウトプットですね。インプット要は入力、はい、学ぶこと、新しいことを学ぶこと、もちろんそれも大事ですが、それ以上にアウトプット出力使っていきましょうね。学んだことをしっかり出していきましょう。いいですか。じゃあどんなことをすればいいかなんですが、はい、こんな風にイメージしましょう。まず7月の半ばぐらいまで、まあこれ個人差あります。部活やってる人もねいるでしょうしね、まあ時間余裕ある方もいるでしょうから、まあねここ個人差ありますが、大体のイメージで7月半ばぐらいまで、まあ今これ見てくれてるのが、まあ7月の上旬ぐらいと考えたら中旬って意外とすぐだなじゃあまあ後半ぐらいまでと、後半ぐらいまでとイメージしていいかなね。でその期間を復習期間と考えましょうね。まあ授業後終わって大体2週間3週間ぐらいは復習期間と考えるね。でぜひやってほしいこと、はい、アーカイブの倍速視聴ですね。スタンダードはかなりホラーのね、精読に関する細かなルールね、考え方扱ってきましたよね。だから第1項第2項第3項この辺の内容って意外と忘れてる可能性ってあると思うんですよね。なのでぜひ倍速視聴で構わないでもう一回ね授業をね視聴し直してくださいね。で抜けてる知識はないかね、抜けてる考え方はないかをしっかり確認するね。でそして授業教材ですね。スタンダードは第4項あたりからね、まあ4項ぐらいまではほらアプリの長文、アプリ内の長文を扱ってきましたが、4、5項あたりから完全に別の問題に切り替えました。でその授業で扱った和訳の問題、まあ難しいのもあったでしょうね。はい、ぜひもう一回全部訳し直すということをやってみてくださいね。でそれを踏まえてアプリ N 予備校アプリの中 の教材の問題集なんかもね、ぜひもう一回解いたらいいと思いますね。ちょっとそう結構ね、量ありますが、なるべくこれをやっぱり早めに終えてほしいな、やっぱりね早いに越したことはない。まあ、そしてまあ慌ててもいけませんよ。やっぱりもうね、質がいい復習をねどれだけできるかが英語力を決定しますからね。でそれが終わったあと7月後半以降、まあ無理だったら8月以降で構いませんね。まあこの約1ヶ月を実践期間、まさにアウトプットの期間としましょうね。でこの期間でぜひやってほしいこと、はい、精読の問題集ねをぜひ一冊仕上げてください。これは志望が国立志望の人はもちろんですが、私立志望の方もですね、つまり入試で和訳は基本的に使わないという方も
この時期までね、やっぱり夏ぐらいまではしっかり逆に向き合う必要がありますね。なので精読の問題集をぜひ一冊仕上げてくださいね。で、まあ、巷というのは精読の問題集いろいろありますからね、自分のレベルに合ったものをしっかり選んでくれればいいかと思いますが、まあ僕の精読のスタンダードの授業ね、しっかりついてこれた方はやはりこれですよね。もうね、僕も本当にもうね、これに勝る精読の問題集ないと思うんですよね。なんか手元にあるんで、すいませんね。ぜひ異文読解ノート、これ多分おそらくね、僕の予想ではこれ1学期の段階では多分これ手も足も出なかった人って多分多いでしょうね。ですが授業をしっかり受けてくれたその後ではきっといけるはずで、関係詞がここですね、チャプター6ですね、うん、チャプター6までで構いません。なのでここまではきっといけるはずね。で7以降はね、これまた2学期に回せばいいと思うんですね。でぜひチャプター6レクチャー51ぐらいまではね、ぜひね、うん、夏の間に仕上げてもらったらいいかと思いますね。でやっぱりちょっとここの問題難しいっていう人はまずここから行く、これですね、この読解英文法制覇、ここからまず入って、ここ簡単です。ここ行ってから問題見る、それからこう行く、要はこうではなくこうやる感じでね、取り組んでもらったら意外とね、うん、苦労なくいけると思うんで、ぜひね、夏の間この問題集しっかり仕上げてもらったら、2学期以降ね、かなり、うん、精読はアドバンテージが得られると思いますね。うん、ね、ぜひね、頑張って取り組んでください。はい、と、まあ、いろいろ話をしましたが、はい、話はスタート、振り出しに戻ります。いいですか？繰り返します。夏の間、これだけやれば、英語は完璧ってことは絶対ありません。いいね。絶対ありません。あくまでも、はい。ねね、皆様が、ね、夏の勉強をこう考えていく上のこう一個の提案アドバイスに過ぎませんよね。まあ、今の僕の話を踏まえて皆様はしっかり自分の勉強法を作って、自分と向き合って、ね、夏はしっかり頑張っていきましょう。さあというわけで、ここまで英文読解スタンダードの書きの勉強のお話をしました。